やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜です。はい、現在12月21日水曜日の午前2時56分ですね。さあ、今日でついに1000日達成ですね、アニメリアクション歴。はい、ただいま、山のおすすめネクストサミット最終回見終えて累戦行きました。そしてロスが激しいです。さあ、ここからはですね、チェンソーマン11話、アベーマ TV じゃないわ、アマゾンプライムですね、で見ていこうと思います。なお、アニメ本編は流れません。ご注意ください。いきます。3、2、1、スタート。さあ、アキ君はどんな悪魔、未来の悪魔やつだな、契約。うん、なんか一人は、寿命の半分、一人は両目と嗅覚と聴覚上げたとかだかな。あ、両目と味覚と嗅覚やね。でもアキ君あと2年しか生きられへんって言ってたな、あの刀の悪魔。前回岸辺がとにかく強すぎるというね。バイオハザードみたいやな。未来最高。マジで岸辺は一体何者なんや、むちゃくちゃ強いねんけどな。デンジパワー二人がかりで全く歯立たへんかったもんね。どういう存在なの、あの岸辺は。今のや、未来の悪魔音取ったな。未来最高とか言っとったな、さっき。未来を見せるってどうやって。誰か見とった今上から。右目に澄ませる、そんだけ。ほう、ああ、岸辺か。うん。
イエーイ、やったー。なんでブーや。隊長野球娘ですか。何歳なんやろ、岸辺。え、牧野さん、分かってたの？え、何？マキマさんが、え？みんなを見殺しにしたっていうことになるの？これ、見殺し？沢渡やったっけか。あ、そうか、若不死身か。噛まれないように。ゾンビ？1話の。クロスと天童も悪魔はと。何ちゅうこと言うねん。サブイボは 関東の人に伝わらへんの、サブイボって。鳥肌のことです。
今のご指導というのかな。ええやつやったんかな。ええやつやったのかこれは。誰やこれ。王様ランキングのデスハーの声かな。せやから身内同士で争うことはできひんっていうことか。命。目？え？うわ。何やこれ。マキマさんえぐいな。鼻血？あ、あのバンバカする？え？やっ。ばあ、牧本さん。あ、コペニちゃん。もみあげまん。
コメニちゃんの強さは一体何やったのかな。そういや、ここは何、アジト、あのサムライソードの、何こいつ、こん、しん、しん、サメの怪人、4個でこんなぞったんや。ペストマスク、毒が出る仮面、いい、食うた、あ、オープニングで後ろに座ってるやつやな、この天使。アキくんや、早川アキ、もう2年しかない。おう、ほんで未来の悪魔は出てくるのかな、ここから。今右目におるわけやね。ん？この字よ。これ何これ？こ
これ何、ま、マキマさんこれ。沢渡り、あ、沢江か。あ、爪一枚。うわー、出たな、こいつ。姫野さんの敵。話出てるよ。なるほど、サマータイム連打みたいなもんやな。南雲龍之介みたいなもんやね。むちゃくちゃ気持ち悪いなこれ。え、最悪な死に方って。終わった、お、ど、あ、終わった、どこで終わってんねん。ちょっと後でもう一回キャストを見させていただきます。バイオレンス女王バチ。はい、あ、しまった。ビーム花江夏樹さん。ビームって誰や。暴力の魔人。ああ、この内田裕也さんっていうかな、知ってるな。雲の悪魔。ああ、後藤沙織さん。天使の悪魔。ああ、あれ内田真彩さんなんやね。未来の悪魔。ああ、知らんな。はい、まあということで、今回その未来の悪魔
未来最高とか言ってたけど、まあなんか、アキ君はお前の死に方最悪やからということで、右目に住まわせろだけ。死に方なんてどうでもええねんと。俺は、なんつった、銃の悪魔を殺せりゃそれでいいとか、なんかそんなこと言ってたな。ほんで、あれ、マキマさんと、岸辺の会話、得意化の襲撃、お前知ってたやろって言ってたね。嘘つきとか言ってたな。やとしたら、全員見殺しにされたという解釈でええんかな、マキマさんに。むしろ、マキマさんに殺されたわけじゃないけどね。ほんで、まあまあ、岸辺たちは、明日実戦本番やるぞってことで、まあその侍ソードと、沢渡、沢やったっけ、どっちだっけ、沢渡か、沢渡でいいんか、沢渡んとこに、まあ、乗り込むっちゅう話になった。で、一方、マキマさんは、あれ何、マフィアのボスか、あれ、沢渡たちのボス、なんか、うちの手下たちを勝手に使ってみたいな、なんかそんなこと言うとったな。で、銃の悪魔と契約してる子分たちがいると、2万払って、何、武器を手に入れたか、なんかそんなこと言うとったな。で、そのリストを出せというものの、他の組のやつも出せって言ったら、それは、組同士の抗争になるから、必要悪という言葉を知ってるかみたいなこと言うとったけど、あそこにいる全員の何、身内とか恋人とかの目を持ってきたと。マキマさん、えぐいことしような。ほんで、何あの鼻血ポローンって出て倒れたん。あれもマキマさんの、なんかこれの力か、それとも別の誰かか、あれ。あ、ちょっとあれ分からへんことな。まあ、とりあえずえぐいことしてたね。ほんで、岸辺が神奈川県警の連中に、の誰かが逃げたら、それこそなんかまずいことになるみたいなの言ったけど、そんなことありえんのか。で、それに対し、特徴を教えとくからみたいなんで出てきたんが、サメの悪魔と、暴力の悪魔、それから蜘蛛の悪魔と、天使の悪魔かが出てきたね。これが敵になりうることがあるっちゅうこと。で、まあ、アキ君はアキ君で、まあ、沢渡のところにたどり着いたものの、えらい大ピンチで終わりましたね、今回。あ、天使の悪魔気になるな。触れるだけで寿命を吸われるってどういうこと？ちょっとわけわからんな。で、暴力の魔人は何？暴力、魔人になった時の方がなんとかやから、毒の仮面をつけてるとか、ちょっとここよう理解できなかったけど。後藤沙織さんってガールズ&パンツ当てた気すんな。違ったっけな。はい、まあ果たしてデンジちゃうわ。アキ君大丈夫なんかっちゅうところで終わりましたね。気になる。あと、マキマさんはとりあえず、なんやねん。なんか信じていいんかどうかようわからなくなってきたわ。はい、ということで、チェンソーマン11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介です。はい、興味のある方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、子供向けのパフォーマンスやっております。で、普段はですね、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでやればできる、諦めない伝えたくてパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事まともにございません。貯金で何とかやってます。そんな中でいつの間にやら始めたアニマルリアクション、今日で1000日です。ついに1000日行きました。達成ですね。で、まあ1000日までは全力尽くすということでやってきましたんでね、ちょっと明日からどうするかは分かりませんけども。まあ去年2000本以上は、動画を失っています。8月18日より一昨年の、4月の頭ぐらいまでの動画ぶっ飛びました。削除です。その悲劇乗り越えてやってますけども、13年以上使ってきているこの本職のチャンネルでスタートしてしまったんで、9月の14日に新たに本職チャンネルを作り分けました。こっちは今サブチャンネルとして稼働しております。で、本職のチャンネルは、URL 説明文にありますんでね、ぜひこっちの応援もしてやってください。19時に毎日動画投稿してます。はい。で、過去のアニメリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。